皆さんこんにちは、ペッソでございます。天道続きやっていきましょう。それではですね、メンバー揃いましたんで、坂田城攻めを観光したいと思います。はっ、上からやった方がいいね。結構ね、たくさんの舞台出してきた。赤井さんは違うね。あれ何してんの。あー、そっかそっか。一瞬行け。取りに貸してたん忘れてたね。はい、承知、お任せあれ。かしこまった。かしこまった、お任せください。承知いたしました。村上さんの舞台ちょっと陣形間違ってたな。あれどこだ。村上さん、村上さん、あったあったあった。陣を変えよう。で、かしこまった。こんだけおりゃね、すんなり落ちると思うんですけどね。お任せを。承知しました。かしこまった。承知いたした。承知しました。承知いたした。お任せあれ。では行ってもらいましょう。お、マガラさん成功したね。街並みを制圧しました。お味方が城内に突入しました。おお。あ、もがみさんね。うわー、残念なパラだな。ほいほい。430人全員か、ほぼほぼ。あー、酒井さんが。あー、三井でも、三井さんも呼び捨てちゃった一瞬。いっぱいいるなー。食い止めるのだ。石つぶて。なんと。ごめんなさいね。年明けたんでちょっと東洋を始めましょう。大関さんいける。あ、久井さんでね。おお、この人はなんだろう。ジンスケさん。まだまだやね。久秀さんでいける。うん、開発も終わってるから、この所属をね、黒川城にしましょう。
ああまあまあ。島津さんらがね、到着されてましたので、足軽のメンバーを減らしちゃったけど、足軽一部隊行きましょうか。あー、そういうことか。鉄砲ならいけるか。承知いたした。まあここすり抜けてくるっていうのはまず考えられないんで、今の状況からしたらね。まあだいぶ武器がね余剰気味にはなってますけど、よいしょ。じゃあ、行きましょう。ああそうだ、あまあいいか。春日山城でもちょっとスカウトできるかな思って踏み散らせ、ね、力を合わせよう。何のこれ式、突っ込め、今が好機。何のこれ式、踏み散らせ、我らも続くのだ。やるな。敵を一突きにせよ、日を逃すな。やりよる。蜂の巣にせよ、続け。やるな。一つエリウッさんじゃなくて、よいしょ。あ、取れてますね。行け。さあここで抑えればね、こっちも取りたくなるという、ちょっと横丁に駆られそうなんですけど、これなんか、あ、八幡宮作ってんのか。城が近いんでね、ここまでだね、やったとしても。狙い撃て！我らも続くのだ！なんと一気に突き崩せ、力を貸すぞ。鬼やり。なんとついてついて、力を貸すぞ。
なんと蜂の巣にせよ好機。何のこれしき。ぶっ殺せ。力を合わせよ。なんと一斉につけ。何のこれしき。敵陣を貫け。我らも力を貸すぞ。なんと矢の雨を降らせよ。力を合わせよ。何のこれしき。一斉に矢を放て。なんと敵の城を制圧。敵将を敵部隊壊滅。休まずいかけよ。助け出しするぞ。この程度か。抜けちゃったんですね。何のこれしき。敵部隊壊滅。さあ無事坂田城を取ることできましたけど、早かったね。 10分少々で行きましたね。ああまあここも、ちょっと所属を柴田城に変えておきましょう。まだ取れてない。さあ森さんお帰りいただきましょう。その間に進む。で準備ができたので今度はこっちから黒川城に行こうか。工場櫓はあるんで、一人足りなくない。 1,2,3 あーそうだよね。進む。ちなみに武雄城にはああ工場櫓ありますね。ああ持ってるから。ちょっと弓矢の手だれ移動させましょう。
下妻さんどっちで使うか。あー、弓矢隊の方が良さそうだもんね。前進。早く出発する予定ではなかったんですけどね、正直言うと。鉄砲隊のメンバーが一人足りない。鍋島さんは騎馬で使いたいですよね。そうですね、久々に鈴木さんでメンバー固めちゃいましょうか。前進。15000強でしょう。いけるんじゃないかな。
誰を持っていかせるかだね。平塚さんでいいか。前進。ではね、次のちょっと足がかりを作ったところで、今回ここで、終了させていただきましょうか。まあ残党狩りもちょっとあるんですけどね。あ、そうだ、あと忘れのうちにね、感謝が止まっちゃってるからみんな、はい、はい、では終わりたいと思います。ありがとうございました。それではさよなら。